はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら、はい、ウォッカを使ったコーヒーのアレンジメニュー、ロシアンコーヒーっていうのをやっていきたいと思います。材料はこちら、コーヒーとウォッカと牛乳、生クリーム、あと卵黄ですね。で、それプラス、まあ、ちょっとお好みでカルダモンっていう、まあ、スパイスを使ってもいいみたいです。このカルダモンはね、僕たまにカレーに入れるんですけど、結構甘めの爽やかな香りがする、かなり香りの強い、ね、スパイスですね。だからまあお好みってことでね。はい、それではやっていきましょう。はい、今日使うものはやっぱり深入りのケニアですね。やっぱこういうね、アレンジメニューの時は、まあ、深入りの方が合わせやすいです。よし、温まりました。はい、そしたらこいつと、ドリップコーヒーを注いで、よし。はい、そしたらここへ軽くホイップした生クリームを浮かべていきます。よいしょ。うん、こんなもんかな。で、俺は結構カルダモン好きだからね、結構多めに、あ、ちょっと待って、あ、そうだ、ウォッカ入れなきゃ。あぶねー、ただのカフェオレもどきになっちゃう。はい、ここにね、ウォッカを入れます。本当は生クリームより先に入れますけど、よいしょっと、はい、こんなもんですね。はい、ちょっと修正して、よし、じゃあカルダモンいきます。あー、とっても美味しそうですね。はい、というわけで、こちらロシアンコーヒー出来上がりました。はい、というわけで、危なかったですね。ウォッカ入れ忘れた。はい、じゃあね、飲んでいきたいと思うんですけど、どうしようかな。最初混ぜた方がいいのかな。まあ、軽くね、ちょっとひと混ぜして、よし、こんなもんかな。うん、んおーおーうん、あー、くるね。すごい、ウォッカがやっぱりね、かなり強いです。まあ、だけど決してね、そんなきつくもない、来るけど、うん、ちょうどいいくらいですね。体がポカポカ温まる感じで、まあ、ロシアだからさ、やっぱり体の暖を取るために、まあ、豪快だよね。コーヒーにウォッカ入れて、暖を取るってね。うん、美味しいわ、美味しいわ。まあ、日本でいう卵酒みたいなところもあるんでしょうね。まあ、お酒とさ、あと卵が入って栄養満点だし、うん、栄養取れて体が温まって、うん、あ、体にいい、まあ、コーヒーって感じなのかな。卵と生クリームが入っていることによって、まあ、格段に飲みやすくなっているし、で、カルダモンがすごく爽やかですね。うん、合うわ、合うわ、すごく。僕はね、入れた方が好きですね。むしろもうちょっと足してみようかな。うん。あ、美味しい。あ、これうまい。うん。まあ、ウォッカ自体がね、他のお酒と比べて、そこまで味があるとか香りがするってわけじゃないからさ、結構アルコールがね、メインになってくる、まあ、感じはあるから、そこへ、まあ、ハーブじゃなかったらスパイスで香りをつけてあげて、まあ、美味しく飲むって、いいと思います。すごく組み合わせとしていいですね。美味しかった。
まあこれまでね、他にお酒を入れたコーヒーっていうと、日本酒コーヒー、酒ロワイヤルだったりとか、あとブランデを入れたカフェロワイヤル、あと、ラム酒を入れたコーヒーブロックとかね、いろいろ紹介してきましたけど、これはかなり、まあその中でもお酒感が強い、まあタイプになりますね。あのね、結構汗かいてきたわ。やっぱちょっと冬かな。これは秋冬ものかな。ちょっと季節早かったけど、まあこれからの時期にね、秋冬でぜひ皆さんも、もしよろしければこちら、なんだっけ、ロシアンコーヒー、ぜひぜひやってみてください。うん。あー、強いな。うまいな。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。